はい、どうも、うえちゃん TV へようこそ。今回もですね、iPhone ネタになります。最近ですね、ちょっとね、衝動買いしてるんですよね。マイナポイントですね。皆さんもですね、マイナンバーカード申請でマイナポイントもらってると思いますけども、もうね、そんなね、ポイントを使ってですね、iPhone のアクセサリーっていうのをですね、もう本当ね、爆買いしてるんですよね。爆買いまではないですけど、ちょっとね、買いまくってます。これ買って、あれ買ってとか言ってですね、まあやってるんですけども、まあそんな感じでね、iPhone のアクセサリーのネタが多くなってきてるということなんですね。はい、皆さんね、こういったスマホのですね、アクセサリーを購入されるときに何を気にされてます？例えば性能であったりだとか、耐久性、レンズなので対衝撃とかね、それとかデザインですよね、出具合とか、フラットなのか、そういった感じですよね、そういった感じとか、色、いろいろありますよね、私ね、以前まではですね、いろんなその、白飛びがするのかしないのかとか、それとかですね、保証とか、そういった詳細をですね、しっかり調べてですね、購入してたんですけども、最近ですね、もうそういうのじゃなくて、もう見た目、もうかっこよさ重視でちょっともう選ぶようになりました。もう今もうあぶく銭ですんでね、もうマイナポイントで買ってますんでね、もうあれもこれもなってますんで、もう見た目重視で買っておりました。買うようになりました。はい、この上ちゃん TV ではですね、大体もう自腹なんですね。企業案件もですね、たまにはあります。ただ企業案件の時はしっかりですね、皆さんにですね、これは企業案件ですよとお伝えしてですね、お知らせするよう、ご紹介するようにしております。これはもう本当に自腹案件になります。はい、自腹、自分でですね、こうやってお金出してですね、そして、じゃないこうじゃないとパソコンで調べまくってですね、そして購入してと、そして皆さんにご紹介するという形になってます。もうね、ですのでね、ちゃんとねお金出して、やってますから、もう本当にね、ご安心ください。ご安心ください。もう履いてますからってなりますけども、良かったですよね。何ですか、明るい安村さん、これ本当に良かったですね。はい、ということで、違う話になってきてますけども、見た目、そしてですね、かっこよさということで、選んでいるということなんですけども、今回はですね、カラーですね、見た目で比べていこうということで、グラファイト VS ヘアラインということになっております。はい、それでは行きましょう。せーの、ドン。はい、ということで、こちらがですね、ヘアライン仕上げですね。これね、アペイペアというところなんですけどもね、アペイペア、これね、ヘアライン仕上げ、実にこれね、かっこよかったんですよ。もう今も性能なんてどうでもいい、もうかっこよさで選んでますんで、ヘアライン、これむちゃくちゃかっこよさ、アペイペア。ただね、これね、アペイペア、もうこれ調べたんですけども、よくわからない、企業情報本当ありません。もう本当かっこよさで重視で選んだんで、もうメーカーとかそんなもの性能も全然もう無視でした。二の次でした。ということで、これね、桜チェッカーとかいうサイトがあるんですよ。それはね、Amazon とかの評価が桜でこう書かれてるんじゃないかとか、ステマじゃないかとか、そういった感じでですね、見抜くサービスなんですけども、ここ見てもですね、よくね、ちょっとね、わかりませんでした。なんかね、ただね、昔私、イヤホンとかもよく買ってたんですけども、なんでかな、似たようなイヤホンなのに、メーカー名が違うとか、似たようなイヤホンなのにちょっとだけこうグレード少しずつこうアップグレードしているとか、そういったものをですね、私ね、それむちゃくちゃ気に入ってたんで、一個ずつバージョンアップごとに買ってたんですよね。はい、そういうのがですね、ちょっとね、メーカーがちょっと違ったりするんですよ。で、送られてきたケースもなんか違ったりするんですよ。もう物はちょっと似てるんですけど、ケースがちょっと違ったりするという、そういったですね、面白い、メーカーのやり方というかな、企業戦略というかな、そういったものがありましたんで、そのあたりのことかなと、これは個人的な感想ですので、はい、正確じゃないですよ、個人的な感想だと思ってください。この後ね、手元で、商品見ていきますので、次の商品をですね、ちょっとね、ご紹介させてください。次行きましょう。グラファイトバンですね。これね、ガラス侍です。これは面白いです。本当に名前が大好き。これね、オーバーズという会社なんですけども、これね、日本の会社なんですよ。日本の会社。はい。株式会社オーバーズですね。東京都台東区、そしてこれ、浅草にある企業なんですね。なかなかね、日本企業というのはなかなかないんですよ。はい。スマホのこういったアクセサリーに日本企業というのはあんまりない。例えば、韓国とか、中国とかですね。それとかアメリカとか。そういったものはよくあるんです。でもね、
こういった会社はね、ほとんどね、ガラスは日本製っていうふうな、ちょっとね、そういうふうに書いてます。ちょっとね、ちょっと日本製をね、ちょっとね、いいようにこう、ちょっと、こう、プシュプシュしてますね。本当に、日本はね、いつもいつもいいように利用されてます。はい、ということで、日本企業、むちゃくちゃですね、まあ、支持しますよ、本当に。日本、もう頑張れ、わっしょいっていう感じですね。日本企業、もうこれね、オーバーズですね、ガラス侍。本当に面白いですので、これね、ホームページ下 URL 貼っておきますのでね、まあ見たい方はですね、そこからまあ飛んでって、見てください。なんかね、クリップでこうカチャって止めるなんかね、ガラスフィルムをですね、まあ販売されたり、されてます。相当な数売れてるみたいですね。はい、ということで、でね、今回のねガラスはね、これね、ガラス侍のガラスは 9H ではないんですよ。大体みんな 9H なんですけど、ここは 10H です。10H。10H のコードがありますので、本当にこれね、期待していいかなと思っております。それではですね、手元で、見ていきましょう。せーの、ドン。はい、左がですね、グラファイトですね、オーバース社製のガラス侍ですね、右はヘアライン仕上げのアペーピアになります、まず光の反射の度合いですね、まあやっぱりですね、右のアペーピアのヘアラインの方がギラギラ光ってですね、まあこれね、見る角度によって輝きっていうのが変わってきます、一方でね、ガラス侍の方はですね、まあ対照的ですね、暗くなって逆にですね、かっこよく渋くなります、ツヤ消すの、まあこれね、本当これガンメタみたいにかっこいいですね。はい、ここで見ていただきたいのはですね、本体の形状ですね、ガラス侍の方はですね、本体が厚みがあります、アピーペアの方は逆にですね、薄くなります、ガラス侍の厚みが厚くなった分だけレンズがですね、これね、短くなってます。アピーペアの方はですね、本体が薄くなった分だけレンズがバコッと出てですね、これ立体感というのが増しています。ちょっと消しゴムが見えてますけども、まあこれね、高さ調整で使ってます。まあご了承ください。はい、次はフリーアングルでですね、まあ見ていただきたいと思います。本体の厚みの差でね、印象がこれね、ガラッと変わってきますね。アペーペの方がですね、立体的でヘアライン仕上げ、ですので、自己主張がもうやっぱこれ強いですね。ただ、アルミのね、鏡面仕上げではなくてね、縦のヘアラインの、まあ、おかげでですね、まあ、光の反射というのは、これ、逆に抑えられているとも言えるんですね。まあ、鏡面仕上げならもっと、まあ、きつい、まあ、感じになります。やっぱりね、ヘアラインはかっこいいですね。はい、グラファイトも渋くていいですね。はい、次、アップルのシリコンケースですね。シリコーンケースですね。まあ、ミッドナイトを装着しています。ブラック系のね、ケースで見ていただこうと思ったんですけども、まあ、ミッドナイトですね。青みがかった黒。まあ、こうやって見て、並べるとですね、ヘアラインの方がまあ、なんかすっきりしてますね。ブラック系のケースでもまあ、よく合うんですね。私はですね、クリアケースの方がね、ヘアラインの方はね、クリアケースの方が合うだろうと思ってましたけども、ブラック系もなかなかいいですね。ケースからレンズがはみ出しているかどうかの画像です。ガラス侍がね、少し出てるように見えますけども、まあ、これは見る角度なんですね。出てはいません。両方ともね、出ていません。はい、次はですね、アップルのレザーケースですね。セコイアグリーンを装着しています。まあね、カラー系と思ったんですけども、持ってないんですね。これね。グリーン系なんですけども、まあね、使いすぎてね、ほぼ黒になってます。汚れての黒ですね。まあ、これ、一応拭き上げたんですけどもね、まあね、経年劣化というやつですね。でもまあ、似合わないこともないですよね。かっこいいですよね。はい、次ですね。次はですね、まあ、有名人も愛用中という触れ込みなんですけども、人気のトーラスのケースですね。U プロ O スタンドということで、これね、はい、両方ともね、これね、よく合いますね。ヘアラインもグラファイトも本当によく合います。ヘアラインの方はですね、まあ、本体のですね、トーラスの方がですね、まあ、白っぽいもので、リングの方がですね、グラファイト。そしてですね、周りは黒と、ブラックということで、まあ、この黒のアクセントがよく効いてますよね。ということで、ヘアラインの方もこれよく合うんですけども、グラファイトの方はですね、やっぱりグラファイトと本体の、まあ、ちょっと薄いグラファイト。ということで、やっぱシックで合いますね。ガラス侍とトーラス、実に相性がいいですね。どうだったでしょうか。まあですね、これね、まあいろいろ見てきましたけども、グラファイト、そしてですね、ヘアライン仕上げ、まあ見てきましたね。まあヘアライン仕上げはやっぱね、こうね、ギラギラしててですね、本当かっこよかったですよね。もう本当にバクーッとこう自己主張してるという感じだみたいで、まあこれは良かったですよね。
で、で部屋のあのグラファイトもですね、グラファイトもですね、やっぱね、これね、シックで、よかったですよね。で、思ったんですけど、やっぱね、これね、何を購入するかと言いますと、これ単体の、まあ、良さっていうのも、まあ、重要というか、まあ、そういうことなんですけども、やっぱね、ケースとの相性ですね。それはもう本当今回思いましたね。まあ、どう組み合わせるのか、まあ、洋服の、まあ、ファッションと、まあ、一緒ですよね。まあ、上下何をチョイスするのかということでですね、まあ、そういったことで、まあ、全体像が決まってくると、まあ、総合評価ということになりますけどもね、そういったことになりますとね、ですのでヘアラインはですね、まあ、ちょっと言いましたけども、やっぱ白色系ですね、それとかクリアケースとかそういったものがちょっと似合いそうですね。はい、もちろんブラックにこうシルバーというのもまあいいかもしれませんけども、まあ、クリアケースがなんかこう似合いましたね。クリアケースにブラックのこのガラスフィルムじゃなんかちょっと違うなっていう感じがありますもんね。ね、ということで、このガラス侍っていうのはですね、なんかね、やっぱこのトーラスね、このトーラス、これありますでしょ、このトーラスね、これトーラスね、はい、トーラスありますけども、これにやっぱよく合ってましたね。というかね、これに合わせて今回購入いたしましたということで、これに合わせて買ったんですよ。実はねこれに合わせて、買ったんですよね。本当ね、まあ大人っていう感じですよね。大人っていう感じです。っていうか、もう私の場合ね、大人通り越してもうジジイになってますけど、まあ大人っていう感じで、まあシックで、まあちょっといい感じになってます。ということで今回はね、まあこのぐらいで、終わりたいと思いますけども、次回はですね、この絶賛したガラス侍とですね、トーラスをですね、じっくりですね、この相性に、のことについてですね、じっくり皆さんとお話していきたいと思います。それですね、もっともっとね、ガラス侍のことを喋りたい、皆さんにね伝えたいということで、次回ねやりたいと思いますので、それではですね、次回またお会いしましょう。じゃあね。